せーの、キバラジ。よいしょ。はい、キバラジは何かと忙しいあなたにお昼のほっとひとときを提供する気の抜けるラジオです。よいしょ。はい、今日のキバラジはですね、いつものメインパーソナリティの長谷川さんが、今日はセミナーに参加というか、展示会に行ってるらしいので、今日はですね、パンダさんと、私中村織夫でお送りしたいと思います。はい、今日はですね、今週の基盤インターナショナル、それから iPad を水に浮かべた、それからレクチャーメーカーのご紹介、次回予告と、まあ、こんな形で進めていきたいと思います。はい、今週の基盤、キバラジ。はい、今週の基盤インターナショナルというか、まず iPad を水に浮かべてみたと。はい、これですね、この写真を見ていただくと一目瞭然なんですけれども、詳しくはですね、もうすでに弊社のブログの方に、基盤インターナショナルのブログにアップをしておりまして、はい、こんな感じです。インターネットで見ている人分かるかな。ですね、まず、iPad ってそもそも電子書籍の電子ブックリーダーとしてすごくいいソフトっていう話だったと思うんですよね。なんか最近ちょっと忘れてますけど、でも電子書籍、要は生活の中で本を読むといえば風呂だと思いましたので、お風呂でですね、どうやって、iPad を使うか使えるかというのを今回検証してみたわけです。で、こういう感じでですね、チャック付きポリ袋、まあ、要は一般名称だとチャック付きポリ袋らしいんですけど、まあ、こういうのとか、あとよくあるのはジップロック、こんなやつで、iPad を包装します。こんな感じで、こういう風に包装したやつを、お風呂で使ってみたっていう感じですね。実際実物が、消火カメラ、あ、こっちじゃないや、よいしょ、はい、こちらの映像になります。こんな形でですね、ジップロックというかチャック付きのポリ袋で入れました。で、ちょっと怖かったので、二重に包装をしています。で、こんな形で、お風呂で使ってみたわけなんですよ。よいしょ。で、メインカメラに、メイン PC に切り替えてと、でね、まあ、こうやって普通に本を読めるんですけど、こういう風にですね、お風呂上で使っても、とりあえず大丈夫。まあ、単にお風呂で使うだけだったら湯気とか水蒸気とかそういったものを防御すれば大丈夫なので、こういう風に使えるわけですよ。こうやってジップロックで防御してるだけでそのまま快適に使える。で、僕的にはちょっと意外だったのが、こういうカバーをしててもこう見えますかね、こういう風にめくれるんですよ。別にカバーしてても指が直接触ってなくてもこういう風に快適なので、かなり、普通に読めました。おー、すげーという感じだったんですけど、ただね、これだけだと、実は KNN の神田さんもお風呂で使えるよと、そういったことを言ってたので、あまり新しい発見はなかったんですね。で、この時にふと思ったのが、
iPad って確か 700g ぐらいだったので、この 700g を超える浮力を獲得すれば浮かぶんじゃないかと。なので実際にですねこうやってみたで、実際機密をねこうやってちゃんと確保してあげると割とこう分かるかな、こう空気が入るんですよ結構。こうやってやると、あ今抜けた、穴開いた、よいしょ、割とふかふかな状態になりまして、この状態でこうお風呂に浮かべてあげるとちゃんと浮くと、こんな感じ。このブログのここのところにある写真ですね、こういうふうに浮きました。でこの時に、iPad をこういう縦形状で入れると割とブクブクブクって沈んでしまって、理屈的にはこの辺りに空気が溜まるのでこういう状態で浮くはずなんですけど、それは恐ろしかった。ショーカメラに変えてないので分かってない、はい、はい、でこの iPad をこの状態で買ってやると水平にすると浮く。でこれバランスが崩れるとそのままブクブクっと沈んじゃうので、結構バランスは大事だったんですけど、えとこんな感じで試してみましたというのが、今回のその1ですね。あとはちょっとまだ時間があるのでさらにお知らせ、昨日の iPad 実験は実はもう一個やってましてですね、これはまだブログにも公開してない一押しネタみたいな感じですけど、これね、今ショガカメラにちょっと切り替えようかな、PC はショガでいいかな、はい、これこの iPad って今 Wi-Fi で接続してるんですよね。だから地図ってダメなのかなと思いきや案外地図いけるという話。今マップを開いたんですけど、これで Google マップで現在地ちょっと探すと、こういうふうにですねちゃんと湯島のここですよというふうに分かってくれる。で昨日これを使って実は人形町の大賢ビルっていう、小網町大賢ビルっていうところに行ってきたんですけど、その時の写真をご紹介、あれ開け、よいしょ、どうかな、わかるかな、こう湯島から行ってでですね、ちゃんと道路のこっち側にいるよっていうのも割と正確に分かったりとかですね、今これ水天宮前に行った時の写真なんですけど、本当はこれこの今マップ水天宮の中にいちゃうんですけど、僕は外にいたんですけど、まあ、これぐらいの誤差で割と行けたりとか、さらに驚きだったのがこれ人形町からこう小網ビル、この有限会社バッタネーションっていうところなんですけど、ここに行くにはって経路検索したら、まあちゃんと分かってくれたんですよね。こんな感じでちゃんとこういう経路だって案内してくれる。若干ね、iPad をこうやって傾けたりすると道のあっちこっちになったりとかして、ちょっと僕的には割と道に迷いやすいので、もうちょっと精度良くしてほしいなとは思うんですけど、まあ、ただ iPhone で見た時と同じ程度の精度でやってくれるので、これは実際これ見ながら初めて行くところに行けるっていうぐらいの精度はあった。これはなかなか素晴らしい、私的には素晴らしい発見でした。はい、そんな形です。あれ長谷川さんから生中継のプレゼンできないかな、そんな、長谷川さんこれ、後でご案内します。今からだとちょっと急には準備できません。はい、すみません、これは後でご案内させていただきます。はい、さてじゃあ次々いきましょう。で、まあ、次はですね、レクチャーメーカーというソフトをご紹介したいと思います。それでは
これは長谷川さんにちょっとやっていただきましょう。しょうがないっていうと